じゃあさ、キャンプ行かない？キャンプ？冒険じゃん、行く！さえ捕まえるぜ。ここに来たのは、これを探すためだったの。俺たちの夏、そして冒険はいきなり大ピンチを迎えていた。懐かしいな、この辺。いつまでもみんなと一緒にいられますようにって。ちょっと聞いてほしいことがあるんです。夜中に起きたら小太郎がいて、うわーってなった。レオには大切な人と笑っててほしい。キャンプって最高だなって慣れない私がいる。エリーの誘いだからミオは断んないんだろう。やっぱり私も死にたいかも。そのマグニーチエリだけなの。なんか今日のチエリおかしいよ。あのさ、俺のことさ。嘘でしょ。抱きしめさせて一緒にどこへだって。ダメです。生きていてもしょうがないんです。何その言い訳。私二人に会えて嬉しかった。俺どうかしてた。みんなで言いたいこと言おう。でそれぞれ頑張ろう。待って、大好きなの。君